どうもブガバリです。今回も、ベルリンのショップを紹介したいと思います。今回紹介するお店はこちらです。ナンバー74っていうんですかね、アディダスショップ風味な感じなお店になります。店内はスマートなお店って感じでしょうかね。上品なお店でした。ちょっとラグジュアリー風味感なんじゃないかな感で、やっぱ Y3 とかそういうのは使ってるんで綺麗めなイメージです。で、店内はまあね、スニーカーがぶわって並んでて、あとまあ Y3 の、靴下、ベルトなんか置いてあったり、あとは今日本でも調子いいアディダスのこのダッドシューズなんかが並んでました。こちらのね、アディダスのランニングシューズはもう90年代配色ですごいかっこいいなって感じです。あとね、イージーパワーフェイズ、あとラフシモンズもありました。わりかしやっぱりこう、なんだろう、商品がね並んでるものが、お店、どこ行っても大体一緒なのかな感もあったんですけど、やっぱ店の雰囲気がやっぱりそれぞれ、お店の色っていうかがねあって面白いなと思って、あとねラインジャージなんかもあったりしたんですけど、あとねこちら近くにあったお店でポールズさんっていう古着屋さんですかね。こちらね、この外装の壁がまたストリート感がかっこよくて、でそうですね、表の、ガラスケースというかショーケースにはね、マーチンが並んでたりで、まあこういうね、ちょっとストリート感がある古着屋さんですごいなんかかっこよかったですね。なんだろうな、高円寺とかにありそうな古着屋さんなんじゃないかな感で、結構柄物もねこうたくさんあってすごい可愛かったです。でやっぱり結構ベルリンのね、古着屋さんの印象、こうスニーカーがブワってねぶっこんである感じが、やっぱストリート感があって僕は好きですね。そうですね、そんなにまあ日本の古着屋さんと変わらないかな感で、価格も日本とそんな変わらない感じな印象です。はい、ということでね、今回アディダス、ショップ風味館のナンバー74さんと、あと古着屋さんのポールズさんを紹介させていただきました。以上です。どうも。